こんばんは。心の風鍼灸院の大野です。今夜はですね、今夜の、10時なんですけれども、今日は、昨日スーパームーンと呼ばれる、結構ね、なんか大きな満月の日だったみたいなんですけれども、その満月の日に、小さい満月がですね、私の、ところにやってきましたということで、Facebook とあと YouTube コミュニティの方と、あと、まあ、さっきなんですけど、ホームページのブログの方にも、ようやくアップしました。で、昨日満月の日に、まあ、こっそりとネットショップにも出したんですけれども、今日はそのまるくんのご紹介をしたいと思います。この動画を初めて見る方は何のこっちゃわからないと思うんですけれども、まあ、最後までちょっとですね、お付き合いいただけると嬉しいなと思います。で、私はですね、お塩とか、石のお水、浄水器ですねを、皆さんに、いつもですねおすすめをしているんですが、ようやくですね、ようやく私鍼灸師なんですけれども、鍼灸師らしい商品が、この度できました。はい、ということで、はい、おめでとうございますということで、まるくんはですね、こんな感じの、こういう感じ、まあ、ピップエレキ版みたいな感じのこの小さいね、こう満月がね届いたんですけれども、これ何かというと、私届いた時にちょうど帰ってきたとこだったんですね。で、どこに行ってたかというと、ですね、郵送、郵便局に行ったのと、あとコピーを取りに行ったのと、あとガムテープを買って、ちょっとお出かけしてたんですね。で、結構、荷物をたくさん買って帰ったので、もう肩が結構凝ってたんですよね。で、ちょっとなんか満月の日っていつも私頭が重く痛くなるので、新月の日はすごく元気になるんですけど、なのでちょっと昨日ドヨーンって重だるいなーっていう感じだったんですね。で、そしてこのね、まるくんが、届いたんで、早速ちょっとじゃあちょうどいいわと思って、試したんですよ。で、私その目の前にその買ってきたガムテープがあったんで、この白いガムテープね。で、これにまるくんをこんな感じで貼って、で、こうやってこめかみに貼ったんですよね。ここに、はい、ここに貼ったんです。で、そしたら今もそうなんですけど、貼って3秒ぐらい経ったら、ここら辺までじわーってこう気が流れてくるんですね。で、暖かくなってくるんですね。で、私その時右がやっぱりその重だるくって、こうやって腕を上げ下げするとすごく重くて上がりにくかったんですよね。あ、これはいいテストができると思って、で、もう一つの、このまるくんですね、これをこっちにも貼ったんですよ。で、そしたらですね、もう結構敏感の人はすごいわかると思うんですけども、3秒ぐらいで手のひらにきます。ビューって感じで、で、ふわーって暖かくなって、で、これ面白いんですけど、本当に軽くなるんですよ。で、今も結構軽くなっちゃったんですけど、で、こめかみに貼って、ずっと貼っとかなくていいです。1分間ぐらい貼ったら外してください。で、私みたいにその敏感な方っていうのは、気が巡りやすい方はちょっとぼーっとしやすくなります。副交感神経が優位になるので、ちょっとリラックスしすぎて眠くなってしまうんですね。で、あとのぼせたような感じになってしまうので、1分ぐらいつけたらもう取ります。はい。で、私鈍感だから全然わかりませんっていう方も中にはいらっしゃると思うんですが、そういう方はまあ大丈夫だったらずっとつけてもらっても大丈夫です。で、お届けするときはこのままでお届けしますので、100円でね、今日買ってきたんですけど、これサージカルテープっていうんですね。ダイソーさんで買ってきたんですけど、こういうやつ、肌に優しいサージカルテープ、紙タイプ買ってきたんですね。で、これをですね、金属アレルギーの人も中にはいらっしゃると思うんですよ。
なのでこんな感じでちぎってもらって、でこの丸くにこうやって、わかるかな、こうやって貼ってください。でここもちょっと見えてるので、ここが肌に当たらないようにもう一回テープで包んでください。こんな感じです。見えます？こんな感じで包んであげてください。はいはい。そうしましたら金属アレルギーの人も使えます。でこの状態でサージカルテープで、まあ、普通にね使ってください。こんな感じで、でこれつけて、でこれをここに貼るという感じです。でもちろんその痛いところ、あの膝とか腰とか、あのあすごい軽いスーってきますね。で肩とかここに貼ってもいいですし、でまあ、あの痛いとこ、腕が痛かったら痛いところに貼ってもいいです。はい。でよくわからない人はこめかみに貼っていただいてもいいです。左右貼ってもらってもいいです。で片方ずつ貼ってもいいんですけど、どうしてもやっぱりバランスがこうありますので、できれば左右同時に貼ってあげた方がいいような感じが、しますね。はい。これ体感で感じるんですね。こっちの方が今すごく回ってるんで、バランスが悪くならないように両方同時に貼ってあげた方がいいかなと思います。めっちゃ熱い、熱くなってきた。でおへその下に貼っていただいたりとか、あと膝だったら膝に貼って、でなんか何の包帯巻いてもいいし、包帯なんかサポーターをその上からね履いていただいてもいいですし、固定するために。とにかくですね、この丸くんは金属アレルギーとか気にしない方はこのまま、さっきはこうやって包んだんですけど、包まなくてもいいです。こんな感じでこのまま貼っていただいても結構です。でこれはですね、ずっと使えます。なくさない限りずっと使えますので、効果はずっと続きますので、一生ものになっております。はい。なのにめっちゃ安いっていうことで、これを本当に出していいのかなって思ったほどなんです。というのもこれを作ってくれた先生が本当に有名な方で、その業界の中ではですね、エネルギーの中では結構有名な方で、でその方はですね、中国のとってももう一流のその病院、まあ大学があるんですけど、そこの一番お偉い先生のぎっくり腰を1秒で治しちゃったんですよ、エネルギーで。でそのエネルギーのが入っているものになります。なのでつけたら敏感な人、分かる人は本当に流れるのがスーって流れるのが分かると思います。で鈍感な人でもつけてると、あれなんか軽いとか、あれなんか痛みがちょっとなんか緩和されてなんかなくなったとか、もしかしたら起こるかもしれません。痛みがなくなるとか言ってはちょっとあんまりいけないので、大人の事情で言えないのですけれども、結構これは使えるかなと思います。あとストレスが強い方とか、自律神経が乱れている方とかにもとってもおすすめです。まあ、首の後ろに貼ってもいいですし、あとここに貼っててもいいですし、いろいろ使っていただけます。まあ、磁石は入っていませんので、医療器具とかねつけている人でも安心かなと思います。はい。ということで、ちょっとどういうふうにね使えばいいかっていうのも説明の動画を撮りたかったのと、あと先ほどですね、チラシを作りましたので、商品を買ってくれた方にはまあチラシをできるだけ商品に書いて、同封してるんですけど、まるくんのチラシも今日できました。で今日ね先に送った人が5人いるんですけども、その人たちにはこれ入れてないんで、でそれも兼ねて今動画を撮ってみました。はい。あとはそう、これもすごく最近人気で、5G の、ね、電磁波対策シートですね。はい。これもなかなかの、すごい子なので、まあ、裏面はですね、その、シートのチラシになっております。で、これはですね、私はスマホ、これね、私、取引先の方にもらったのは青いやつなんで、同じやつなんですけど、
でスマホケースに入れてます。であとは私はパソコンもよく使うのでパソコンにも貼ってます。まあ、置いてるっていう形ですね。で昨日ねご相談があって YouTube コミュニティにも書いたんですけど、薄毛で悩んでる方はまあぜひお試しなんですけれども、この子をですね、まあ例えばここら辺が薄いなって思ってたらここ置くでしょ。でその上から帽子をかぶってほしいんですね。でそしたら血流が多分巡ると思うんですけども、まあふさふさには言わないかもしれないけど、まあでも育毛の効果がね過去にあったという体験談を聞いておりますの で早速昨日やってくれて、なんか今までになく頭皮の血流がすごく巡ってるような気がしますっていうねメールをいただいたのでシェアさせてもらいました。まあ女性の方もね薄毛で悩んでる方結構多いですので、まあこういうのでね対策できたらすごくいいですし、あとやっぱりその目に見えないんですけれども、ほとんど海外の方ではね電磁波で健康被害とか結構訴えていますので、まあ、日本もいよいよ 5G が入ってくるということで結構騒がれています。はい、でも自分たちの体は自分たちで守るしかありませんので、まあちょっと電磁波のグッズって結構高いんで、まあ、ちょっと安くできるようにちっちゃくカットをしてお届けできるようにしました。でまあスマホケースに入れていただいてもいいですし、あとブレーカー、お家のブレーカーに貼っていただいてもいいですし、であとは、テレビの近くに貼ってもいいですし、あとは、まあ、電子レンジの近くに置いててもいいですし、あとはね、まあ、車の中に貼るっていう方もいらっしゃいましたし、であと一番おすすめは枕の下に引いて寝ていただくといいかなと思います。やっぱり電磁波って脳に来るのでそれを守るっていう意味ではすごくおすすめしたいなと思う商品です。この子もまあ最近アップしまして内緒でネットショップに出しましてで結構すぐ売れてしまったんで、追加が今日シート届いたんで今からまたカットしてお届けしたいと思います。はい、ではですね今日は満月の、まるくん、まあ、満月じゃないですけど満月の日に届いたまるくんの、ご説明とご紹介、そして使い方の動画を撮ってみました。はい、では以上になります。ありがとうございました。